祝始まりのよりトップ10入り、あとは定期ライブでね、そのサプライズでこの発表があったんですけど、はい、第9位っていう発表があったんですけど、ね、なんかもうさ、いつも以上に私はこの歌詞が染みたというか、わかる、そう、ここ昨日にはもう、そう、さよならをしてとか、その手を届かなかった昨日にはさよならをしてっていう歌詞があるんですけど、ね、私そこの歌詞がすごい好きで、私もそう、そこの歌詞がね、すごい一番自分の中でこうグッときたというか、私たちが、私たちの歌だと思ってなんかさ、ほんとさ、好きだけどこの曲、そうそう、ね、すごいいい歌だなって思ったみたいだから、ね、なんていい歌なんだと思って、私たちのための歌でもあり、うん、これを皆さんに聴いていただいて、うん、あの自分に置き換えたりとかをして聴いていただきたい曲だなって本当に改めて思って、本当に思う、本当にこの曲だったから9位なんじゃないかなって、この初めてのね、トップ10入りがこの曲で良かったって本当に思います。しかも7人だって初めてのシングルだから、そうですよ、順位関係ないよって言ってくださる方もいるんですけど、まあね、やっぱ今の私たちだからこそ10位に入りたいって目標があったので、いい、ね、本当に皆さんたくさんの応援ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけでね、はい、嬉しいですけども、じゃあ、はい、私たちも初めていきたいと思いますね。はい、はいはい、ということで、あの、うん、いつもの激アツ弾幕をね、はい、勢い激アツ弾幕で勢いをつけていきたいと思います。はい、お願いします。ということで皆さん、わちゃつんの準備をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ行きますよ。はい、今夜もクール、セクシー、艶やかに、はい、お届けしたいと思います。週刊わちゃつ通信、略してわちゃつアレンジしたらどうなるかみたいなやつで思い浮かんだんですよ。そうそう、クール、セクシー、艶やかに、今日明るく元気に爽やかに、飽きたらこれ使う。いや、飽きない、それはね、ブラシじゃダメだとかでしたね。はい、ということで今日は
もう今日もねこんな感じでわちゃわちゃお届けしていきたいと思います。はい、ということで一つ目のコーナーに行きたいと思います。はい、芸能デスクのエンタメ一週間ということで、はい、毎週ね私たちが芸能デスクとなって1週間のエンタメ情報をお届けしていきたいと思います。はい、ということで あれですね、先週の19日から昨日25日までのね、はい、エンタメ情報をお伝えしていきたいと思います。はい、はい、それでは読みたいと思います。はい、ディジレッティ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 、いや音楽あるあ、そうそう音楽あるからじゃあいきます。はい、謎の女子中学生バンドはエビ中だった。今月3日にミュージックビデオを先行公開するも顔を隠していたギター5人、はい、ドラム3人編成の謎の女子中学生バンド557230がアイドルグループ私立恵比寿中学だったことが分かりました。はい、多くのファンが見守る中、東京新宿ステーションスクエアでライブを敢行し正体を明かしました。これは日清シスコのお菓子ココナッツサブレの発売50周年を記念して結成されたもので、うん、グループ名も同商品の語呂合わせ、同商品のイメージチェンジを請求するキャラクターとして3月20日のサブレの日から1年間活動していくようです。なるほど、ということでね、動画も見た方、見た？今見えましたか？見えたかな。はい、ということであれですね、うん、サミューね、これ明かしてなかったっていうことは、ね、楽器みんなできるってことですよね。確かに、すごくない？何でもできるのじゃん、ね、すごい。ということでサミューの楽器できる人っていうのはミス、まあいうぐらいかな。いや、マミリーよ。ということで、リッスーはギターがね、そうそうそう、弾き語りとかやってたので、ギターができるのと、マミリンは中学校の時、吹奏楽部で、そうそうそう、あのちっちゃい体で一生懸命ドラムを叩いてたんだよね。そうそう、なんか前動画見たことあるんだけど、あ、結構激しかったよね。なんかでもすごいね、マミリンはね、うん、真顔でドラムを叩いてるっていう謎のキャラクターだよね。本当になんかさ、今までさ、でもなんだかんだそうやってできるって言って3年間披露してないじゃん。そうね、そろそろやってほしくない？じゃあ怪しいよ、もうちょっと鈍ってきてんじゃんやっぱそう思う、さすがにね。中学生でしょ、うん、だってもう高校卒業したんだよ。そう、3年くらいじゃあちゃんとやってないっていうことだから。そうそうそう、っていうことはちょっと怪しいんじゃないかなって思って、うん、ちょっとそろそろね、うん、皆さんの前でもマミリ披露していく、欲しいね、披露してほしいよね。はい、はい、ぜひぜひ。ということで、うん、あれですね、でも三味がバンドやったらどうなのかな、できる？いや、選抜メンバーの方がいいぐらいの、みんなでやるとしたら、じゃあメンバーちょっと適当になんか入れてみる。ミスギター、ね、ギターで、マミリドラムね、でボーカルはセニャでしょ、で あとね、誰もできないんだっけ、楽器が、楽器、あとベースとベース、あのだろう、あれや、キーボード、ベース、キーボード、カスタネットになったカスタネット、バンドにカスタネットになったか、他に何かありますか皆さん。あ、もう4人でいいんじゃない、わかんない。えサックスとかかっこよすぎへん？かっこいい、サックスね、かっこいいね。ハルルン、トライアングルって書いてあるよ、よくない？トライアングル、消えちゃわない？夫、大丈夫？消えちゃう。じゃあ、とりあえずコーラス、コーラス、 あとは、にぎやかしね。なるほど。じゃあ、待ってよ、にぎやかし。にぎやかしは得意やで。一回入れてみよう、ちょっと、サックスと、ベースと。オッケー、じゃあ、とりあえず、サックス。サックスね、だって難しくない？だって初心者やで、みんな。初心者。ってこと？イメージ、イメージ。サックス？いないな。サックスだってあといいの、私とあやのとハルルンと、うん、レイちゃむ、レイちゃむ、いやおらんやろ絶対いない。サックス一回抜こう。ベース、ベース、ベース、あやな、あやな、おう、あやなにしろ。オッケー。で他は何やったっけ、あのコーラス、こ、あ、コーラス、私にぎやかしじゃんでハーモニカえ、ハーモ、え、ミスはハーモニカここについてる人じゃないの？そうこういうやつ。え、そうしよう、じゃあミスハーモニカ弾きたいね。そう、ハーモニカ弾きたいよ、ね、こうやってね、そう、テレビのかっこいいやつやってもらおう。じゃあ、で、あとはそうね、にぎやかしあとじゃない、もう、あとにぎやかしの、あとはだってにぎやかししかおらんやろ。いや、うん、そう思う。じゃあレイちゃんに、じゃあコーラスで、そうね、上、上、上で、上、上ハモ、そう、や、なんかね、下ハードル、下、下、下私にぎやかし、ちなみに1個聞いていい？にぎやかしって何するの？言うけど MC、 MC する、MC、 あの、なんとかで、なんとかでございますね、だって、
マイク通して歌ってる人がいるわけじゃん、うん、マイクないよね、うん、何すんの？え、賑やかしいあの一番ああ会場を温める人する。あ、あれだあれだ、あの開催しちゃったけどファンキーモンキーベイビーさん、うん、とか DJ とかこう真ん中のね、そうそう、あれあれするあれするあれするよ。 DJ はできないけどあれするよ。ほらヘアちゃん多分できるよ。これするこれするあの手拍子とかやる。できるできる。あ、決まり。そう、あ、バンドいけるわ。バンドねできたね。できたわ。いつかやりたいですね。でもやるときは私にぎやかしやから皆さんじゃあその時がね、うん、いつか来ることを願って楽しみにしててください。本当楽しみにしてくださいはい、楽しかったこの話。想像すると楽しかった、はい、次次行く。はい、ということでじゃあ続いてのニュースに行きたいと思います。はい、行きますね。実写版進撃の巨人特報映像公開。はい、実写版進撃の巨人の公開日が前編8月1日、うん、後編9月19日に決まりました、うん、先週土曜日の21日には特報映像の上映も全国の劇場で始まりました。昨年末より配役キャラクタービジュアル巨人ビジュアルが徐々に公開され、ストーリーはどうなるのか映像はどうなっているのかなど興味は尽きない実写版、全貌は未だに秘密のベールに包まれているが、今回の特報映像では原作でも人気のキャラクター三浦春馬さん演じるエレンをはじめ、水原希子さん演じるミカサなど多くの、え、違うわ、などの動く姿を見ることができます、はい、さらには大迫力の動く巨人も満を持して登場しているんですとのことですね。なるほど。そうですね。こんな声だけ進撃の巨人って、ええ、進撃の巨人ってこんな声だった、こんな声じゃなかった、なんかハスキーみたいなそんな声だっけ。あれ違う、巨人って喋んない、あれ喋んない、あ、違うもののこと言ってるのかなあれ皆さんこんな声でしたっけ。 あ、違うか、喋らんやろやった。あ、そうか、巨人はね、叫ぶだけですよね。叫ぶだけ喋るイメージは私もなかったと思うね。 ね、ちょっとびっくりしちゃった、ね、見たことないけどそういうイメージだった。はい、これ、はい、これこれ、あ、これか、はい、これこれ、じゃじゃん、これ三浦春馬さんですね、うん、私もね、さっきね、映像を見たんですけど、うん、やばいですよ、もうあの迫力がすごいですよ。だから最初ね、実写版になるっていうことで、うん、さすちょっとね、どうなるか見てる側としては、いや実際、うん、気にはなる。アニメのファンとして実写版ってどうなってんのかなとか、うん、どれだけアニメを超えてくるんだと思う、はいはい、見てやろうって感じなんか見てやろうっていうか、どうやってこうアニメを再現するんやろうって。だって二次元って、まあ、言っちゃえば何でもできちゃうわけ、うんうんうん、空飛ぶのだって簡単やし、うんうん、なんかこうプシュッてやったらもう武器持ってるとかも簡単やし、で考えたら実写版でこうどう表現というかどうやってこう見せるのかっていうのがすごい気になる。確かにのね、うんうん、だからね気にはなる。だから見たいとは思う。あ、どんなもんじゃいって感じ見たいですよ、でもちょっと気になるんだよね。なんかね、でも絶対ね、でも迫力とかはやっぱりねすごいと思うよ。さっきも映像皆さんも多分見てもらったと思うけど、うん、ね、迫力は本当にすごいと思う、ね、しかも映画館って余計じゃない。いやーやばいと思うよ、映画館に見に行きたい。だって、うん、音とかもね、うん、やっぱり映画館やとすごいさ、うんうん、なんていうの、あの来るやん、そうドーンって来る、うん、しかも映像もさすごい大きくて、その世界に吸い込まれる感じが私はすごい好きなんですけど、いいですね。皆さんもね、ぜひ気になる方は見てください、うん、はい、ぜひ見てください。はい、本当にすごいと思いますよ、気になる。はい、はい、じゃあ続いていきたいと思います。はい、行きましょうか。はい、ピクサー最新作、うん、インサイドヘッド吹き替え声優を当てるキャンペーン実施。ディズニーピクサーの最新作インサイドヘッドで登場キャラクターの日本語吹き替え声優を当てるキャンペーンを実施しています、はい、今作の舞台は11歳の少女ライリーの頭の中、うん、その中にいる5つの感情、喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリが主人公のファンタジーとなっています、はい、感情たちはまだまだ未熟だけど、ライリーを守り彼女を幸せにすることは何よりも大切な使命、はい、ハッピーで楽しい気分にする喜び、嫌いなものを拒絶するムカムカ、怒りを爆発させる時の怒り、安全を守るビビリ、しかし辛い時、悲しい気分の時に現れる悲しみだけはその役割がわからないでいました。そして感情を司る頭の中から飛び出してしまった喜びと悲しみが想像もつかない冒険を繰り広げていくというストーリーなんです、はいはい、現在ネット上では
公開されている最新予告映像を見て、うん、喜びと悲しみの吹き替え声優を予想するキャンペーンを実施しています、はい、ハッシュタグインサイドヘッド吹き替えを当ててインサイドヘッド声優を当てて記者会見に参加しようをつけてツイート、うん、締め切りは4月26日まで、正解は4月下旬に発表予定だそうです、はい、正解者の中から抽選で2組4人を記者会見イベントに招待するというプレゼントがあるそうです。はい、ということで、はい、そういうイベントもね、うん、面白いですね。すごい吹き替え声優を当てようっていう、面白いってか、この映画が気になってて、うん、ね、面白そう。なんか前違う映画を見に行った時にその予告とかで結構流れるじゃないですか、うん、それでこれやってて、え、めっちゃ面白そうと思って。でフィクサーのさ、うん、映画ってすごいキャラクターが可愛くて、そう、私もあのこなんていうの、ほっぺたが好きなの。ほっぺた、なんかさ、なんかさ、ほっぺたっていうのこの顔が可愛くない、この辺可愛い、まあ、顔わかる、なんか、なんかモニョってしたけど、あとなんかさ、キャラクター濃いよね、一人一人、うん、そうでもなんかすごい、なんていうの、こういうお話もさ、うん、あの大人から子供まで面白そうっていうか、ね、絶対こう家族揃って見れるような映画になってると思うんで、しかもなんかさ、人間主人公とかさ、うんうん、動物とかあるけどさ、ね、人間の中の感情が主人公ってさ、自分から飛び出しちゃうってことだよね。新しくない？そう、めっちゃ気になる。悲しみか分かんないって、自分の立ち位置が、うんうんうん、分かんないということで、ね、いやこれ面白そうですよ、絶対面白いよ、ね、私絶対これ見に行きたいね、うん、本当にいいいいいい、ここね、ここに書いてるんですけど、人間、人の感情はどうやって生まれるのっていう、これ気になりません？気になる、なんか私がこの言葉に惹かれる、うん、めちゃ見に行きたい。皆さんもぜひチェックしてみてください。ぜひぜひ、いやー見えますか、じゃんじゃん、はい、ということで、はい、いいですね、面白そうですね、うん、いい、めっちゃいいよ、いや本当に気になる。皆さんもぜひね、あれですね、はい、ハッシュタグ、インサイドヘッド声優を当てて記者会見に参加しようをつけてね、ぜひツイートしてみてください。してください、お願いします、お願いします、お願いします。はい、ということで、じゃあ続いてのニュースに行きたいと思います。はい、はい、いきますね、うん、EXILE ニコ生史上初の1週間連続出演、おお、人気グループ EXILE が19人体制初のアルバム、うん、19 Road to Amazing World のリリースを記念し、はい、発売週の23日から29日までの1週間連続でニコニコ生放送に出演しているんです。同じグループが1週間ぶっ通しで生出演するのはニコ生史上初だそうです。ということで、あのちょうどね、あえて裏で行っている協力コンテンツのね、はいはい、宣伝をしちゃったんですけども、今本当にやってて、今日の放送は6時から、嘘でしょ、やってるみたいです。もう6時か7時か、ちょうど終わったのかってことは、あ、なるほどね、じゃあ EXILE の、放送を見た後ワチャツにみんなが来るって、あ、そういうことか、そういうパターン、今日はそういうパターン、オッケーオッケー、問題なし、ということで今日は大丈夫ですね。大丈夫、でも1週間やっててですね、はい、あの何時間やってるかはわからないんですが、うん、あの何時からやってるのもバラバラなんですよね、うん、そうだから、あ、そうなんだ、でもとりあえず1週間放送はされるということなので、いや出続けるってすごいですよね。しかもめっちゃ有名そうな EXILE さんとか、もう毎日や1週間毎日放送しているということなんですけども、今ね、女性にやっぱ男性の方もね、うん、好きな方多いと思うんですけど、やっぱり女性に人気の EXILE さんじゃないですか、はい、そうですね、うんうん、やっぱ女子は妄想が大好きじゃないですか、そうです ね、 ね、女子はいろんな妄想をしてるじゃないですか、まあそうですね、やっぱり最近ね、うん、まあ、壁ドンが流行って、はい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 、今何か知ってます？知りません。あの壁ドンの次は肩ドンっていうねいうのがね、肩ドン、はい、新たな技がね、はい、発明されたようなんですけど、どっから飛んできた話やっぱり女性もそう、そういうのがね、あるんですけど、うん、理想の肩ドンをシチュエーション込みで、はい、ちょっと再現してもらおうかな。無茶ぶりですね、それは。皆さん肩ドンって知ってます？壁ドンじゃないですよ、肩丼って知ってますか？壁丼の顎食いとかもね、聞いたことあるけど、そう、でも次は耳つぶね、耳つぶ、耳つぶ、耳つぶ耳つぶ、耳元でつぶやくっていう、あー耳つぶ、耳つぶ ね、 ね、いいんですけど、いいす、ね、今は肩丼ですね、カツ丼ではないです、肩丼ですね肩丼、はい、肩丼っていうのはですね、なんかいくつかいろんなパターンがあるようなんですけども、うん、あれですよ、なんかこう女の子と男の子が並んでて、うん、肩合わせてトンってこう首をポンってするみたいなね、とかある、肩ズンですね、肩ズン、肩ズンですね、肩ドンじゃない、肩ズンね、肩ズンだそうですか、肩ロース丼ではないですね皆さん、美味しそうでも美味しそうじゃないよ、美味しそうじゃないよ、美味しそうだよ、
それでいいじゃん、別に片手でいいよ。はい、皆さん、でもこれはやったことある人多いと思うよ。そうね、確かに。なんか壁ドンよりやりやすくない？確かに。あの、なんていうの、多分だって並んでたらできるやん。だって友達にもできるもんね、だって別に、うん、普通に眠い時とか。あれでやってくもんね。そう。で、あの壁ドンってちょっとシチュエーションとかに困りません？しかもなんか壁ドンってさ、まあ、うん、個人的なあれだけどさ、うん、やってますみたいな感じでそうじゃない、なんか。いや、それをさらっとするのがかっこいいだろ。あ、そうかそうか。いやいや、厳しいよここ。え、さらっとやったことある人います？ちなみに。いや、なかなか難しいよ。え、やったことある人いますか？いや、さらっとする、え、いるのかな、はいはい。いや、でもどうなんやろ。いないかな。ほーい、だって一個。え、どういうシチュエーションであったの？なになに、毎日してるとかもう何なのこの人。それやばいよ、乱用はダメだよみんな。でもあれですよね、あの壁ドンは前にも私言ったんですけど、うん、壁ドンのね、うん、なんか話の時に言ったんですけど、自己壁ドンが一番いいと思うんですよね。何自己壁ドン？あの例えば電車の満員電車で、うんうん、いやだってなった時に、はいはいはい、こうドンは壁ないみたいなとかは、あの多分あれは、うん、やろうと思ってやったわけじゃないから、うん、いいと思うの。なるほど。で、あとは満員の、うん、エレベーター。エレベーターで壁ドンってある？壁ドンじゃないの。やろうと思ってやってるんじゃないんですよ。あのだからこう満員電車で、うん、満員電車じゃない、満員のエレベーターで、うん、まあ乗ってます、はい、乗ってます。で、周りに人がいます、いっぱいいるね、近いよね、近いね、混んでる、彼氏と近いよね。あ、彼氏と乗ってるせいでなの？いや、彼氏じゃなくてもいいよ。そういう、なの、そういう、そういう、そういうね、うんうん、あの、こう、好意を持った人、うんうん、自分が。オッケーオッケーオッケー。っていうので、周りの人からこう守ってくれるために、こう、しかも男の人ってさ、うん、イメージ、ちょっと高いイメージ、うん、確かに。こういうのやったらかっこよくない？あ、かっこいい、それもかっこいい。ほら、いい。あと、ほら、片順は、あれがいい。あの、こうやって、女の子はこうやってやって、その上に頭がポンって乗るやつが嫌なのも、うん、男の子の頭が乗ってるやつ、うん、いい、私もそっちの方がいい、うん、いい。はい、いいね、妄想楽しい。もう皆さん、もう妄想、もうね、妄想って楽しいよ、うん、妄想ってただやからね。もういっぱいしてください、妄想はね、皆さん好きなだけしてください。はい、で、またね、やったよって方は私たちに報告してください。してください。シチュエーションも教えてください。はい、ぜひぜひ。はい、ということで、はい、それでは、ということで次のニュースいきましょうか。はい、行きたいと思います。はい、aikoの花火が駅の発車メロディーになる。お、歌手の aikoさんのヒット曲花火が日本ポジ忘れたでしょ。はい、歌手の aikoさんのヒット曲花火が22日15時より大阪環状線天満駅のホームで流れる発車メロディーとして導入されました。はい、この路線にかつて乗っていた aikoさんは本当にありがとうございますと喜んでいる。この花火という曲は aikoさんがメジャーデビューした直後に忙しくて毎年行っていた花火大会に行けなくなってしまい、行きたかったなぁといじいじとベッドに入った時にできた曲なんだそうです。だって、はいね、いいですね。いいね、なんかそういうメロディーいいね。うん、発車メロディー歌ってよくない？いや、もうぜひともサンミューの恋のプラットフォームを使ってほしい。使ってほしい。だってあの歌詞でね、うん、発車のベルが鳴るっていう歌詞があるんですけど、うんうんうん、ぴったりでしょ。うん、だからもうぜひね、うん、使ってほしい。いいいい。やっぱりあれです、あ、ちょっと歌ってて、頑張って頑張って。歌おうとしないの？ということは、はい、皆さんこちらに入っていますね。はい、聞かないとね、やっぱり。そう、あの、あのね、本当にあの恋のプラットフォームね、CD のね、通常版と、うん、なんだっけ、A？ タイプ A、B、C、通常版ってあるんですけども、タイプ A と通常版に入ってるので、そうですね、あの、どっち、両方に入ってるんですよ。入ってる、入ってる。皆さん、ぜひね、聞いてみてください。イントロ、イントロとかも歌じゃない、もはや。じゃーん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 って。どうしよう、伝わんないね。伝わんない。でもこの曲結構ライブではそうやってるんです。楽しい曲で、あの本当にサビでゆらゆらふわふわ恋電車っていう歌詞なんですけど、そうそう、ゆらゆらふわふわで恋電車で車窓さんポーズして1,2,3,4っていうっていうね、みんなでできる振りがあるんですけど、ライブではね結構いっぱいやってますので、そう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 、ぜひね皆さん、あのぜひねライブに遊びに来ていただいて、はい、一緒に
踊って、うん、そして歌詞に注目して聴いてみてください。本当でも女の子やばいよねこの歌詞の女の子、本当に本当にね、はい、ぜひ注目して聴いてみてください。はい、妄想が膨らみますからね本当に、はい、というとも、そうですね、はい、ということであれですね、うん、じゃあどうしますか、次いきますか、いきますか、続いてのニュース私か、はい、いきたいと思います。はい、こじはる総選挙出ない可能性ある。おアイドルグループ AKB48 の小島春奈さんが23日都内で行われた写真集どうする発売記念イベントを開催、はい、6月6日の第7回 AKB48 選抜総選挙の出馬について出ない可能性はあるかと聞かれると、うん、ありますと答えました。現在立候補は決まっていないようで、うん、どうしよう、出るかもしれないし出ないかもしれない、うん、本当にどうするっていう感じですと言い、私だけの気持ちで決めることではないのかなと思う、悩んでから決めたい、現時点ではどっちになるかわからないですと語ったことで、なるほどなるほど、そうですよ。あとね、今月26日に、はい、あの埼玉スーパーアリーナで AKB48 の単独コンサートが開催されるんですけども、はいはいはい、埼玉はあのこじはるの地元とあり、そうですね、そうそう、あの卒業宣言が飛び出すのではないかと注目されているそうですね。へえ、ついに、うん、ついに、なんかね、毎回フライングみたいになったじゃないですか、そうそうね、卒業しますみたいな、なんか匂わせることがあったんですけど、うん、またね、ドキドキですね。見てか、選抜総選挙も7回目なんですね。ね、びっくりだよ。いっぱいやってますけど、これ楽しそうですよね、でもね、うん、でも緊張するよ。てかプレッシャーやばそうだよね、うん、本当にすごいね、すごいですよ、うん、しかも埼玉のね、うん、埼玉スーパーアリーナで、うん、卒業宣言が飛び出すのではないかと。どうなんですかね。そう、どっちかわからないですよ、行ってみなきゃね。そうですね、本当に。でも女性にも男性にも人気ですからね、本当にスタイルいいしね、幅広いよね、本当に活躍が、本当にモデルさんもやってるでしょ、うん、アイドルでしょ、うん、そのね、出てるでしょ、テレビいっぱいね、うんうんうん、すごいね。で、あのあれですね、お、これですね、ブレイキングニュースっていう、はい、あ、そうだそうだ、さっきね、私たちも知ったんですけど、うん、AKB48 の河合さんがね、うん、卒業発表されて、はい、あれですよ、本当に急に、私は本当に握手に出られないっていう、こういう記事がね、はい、あれ、これ見せて大丈夫ですか、あ、これあれですか、あ、これ違うですか、そう、っていうね、ニュースがね、うんうんうん、出てるんですけど、皆さんも知ってるかな、知ってますか、河合さん卒業ね、ちょっと寂しいですね、うん、本当に。でもなんかすごい AKB のイメージがすごい私の中ではあって、うん、すごいね、私も好きだったんですけどもね、本当に急にね、卒業発表されて、びっくり、びっくりですよね、びっくり、あ、知ってた、あ、そうそう、知ってたのか、さっき聞いて2人でびっくりしてるね、ね、いいって書き上げ、でも本当にね、うん、頑張ってね、欲しいです ね、 ね、でも女優業を頑張るって感じなんですよね、みたいですね、そうそう、それね、ぜひね、はい、ドラマとかにもたくさん出ていただいて、ね、本当に楽しみですね、はい、今後の活躍も楽しみですね、はい、ということで、はい、じゃあ続いてのニュースいきますか、はい、続いていきます、8.6 秒バズーカ、初漫才の自己採点は20点、リズムネタラッスンゴレライでブレイク中のお笑いコンビ 8.6 秒バズーカが大阪ナンバーグランド花月で単独ライブ、 8.6 ヶ月で単独ライブ 8.6 セカンドバズーカナンバーグランド花月、いや、ヶ月いや、ヶ月ナンバーグランド花月史上最速グランド花月、ね、グランド花月失礼しました、ナンバーグランド花月史上最速単独ライブでラッスンゴリライを開催しました、はい、多少のミスはあったものの、はい、超多忙なスケジュールの合間で作られたライブの成功に、はい、2人揃って安堵の表情を見せました、はい、だって、はい、失礼しました、ナンバーグランド花月でございます関西人として許さんからね、ナンバーグランド花月はい、ということでですね、はい、このリズムネタね、いや、これはもうだってちっちゃい子から大人まで大ブレイクですからね、誰もが知っている本当に、だから動画とかでもよく見ますからね、本当にもう毎日テレビで見かけますよね、ちっちゃい子たちがねこうやって動画やってるじゃないですか、やってますね、よく見つけるんですけど、道端でもやってるもんね、もう本当にテレビじゃなくてよく見ますよ、すごいよ、今三流もやってますよ、本当やよ三流流行り大好
好きだからね。掃除掃除食いつきすごいですからね皆さん。本当に楽屋とかすごいから本当にね、うん、もうずっとやってますね。やってますね、はい、本当にいいですね、うん、さらにですね、はい、先月5日の単独ライブ発表会見で司会を務めたリズムネタの先輩、はい、藤崎マーケットさんから一本だけで漫才をしろとアドバイスを受けたらしく、黒いスーツに身を包んで初漫才にもチャレンジ、はい、会場を訪れていた藤崎マーケット時さんから、はい、あの恐ろしいスケジュールの中よくやったと大絶賛されると田中シングルからのリクエストでララララ体操を4人揃って披露した。おだって、なるほど。でもリズムネタってね、うん、すごいあれです、イメージありますけど、うん、漫才ってね、見た、私も見たね。ね、いやでもこのさ、赤いこの服がね、うん、印象的な感じじゃないですか、うん、やっぱりこれまた着るとまた雰囲気も違いますしね。違いますね。これ楽しそうですね。楽しそう。見たい見たいですよ。いいですね。いいね。いや、これからもね、楽しみですよ、うん、楽しみです。いや、漫才もね、ぜひやってほしいですけど、テレビとかでね、本当に見たいです、はい、ぜひやってください。はい、やりたいですね。はい、はい、ということで、じゃあ続いていきますか。はい、続いて、はい、じゃあ続いてが私ですね、はい、うん、はい、行きますよ。よいしょ。はい。トム・クルーズ、地上 1500m の離れ技披露、うん、ミッション・インポッシブル最新映像公開。はい、人気ハリウッド俳優トム・クルーズ主演のスパイアクション映画シリーズ最新作ミッション・インポッシブル・ローグネーションの最新映像が公開されました。今作ではついに飛行機を使って前作をはるかに上回る地上 1524m のアクションを実現させている。この他にもトム自身によるモロッコでの迫力のあるバイクチェイスやキューバ市街で の、うん、壮絶なカーアクションなどが次々と繰り出されていく。アクション、ね、はい、蒸気を意しているという、蒸気を意していると噂されていたスタントは本物だった、うん、滑走路を助走し始める軍用機の翼から走って機体へ飛び移り、はい、さらに加速して上空に離陸する機体の扉にしがみつく。すごい、はい、トム自身にかかる G と CG ではなくリアルに撮影された映像だからこその緊迫感、見ているこちらまで 手に汗握り自然と心拍数が上がってしまいます。ということで、このシリーズ見たことあります？見たことあるけどちゃんと見たことないから語れるほどはない。ちょっとだけチラッと、ママが好きっていうか、見て、見たことあるけど、本当に見てください。すごい、これリアルってことですよね。本当アクションってか、CD じゃないの本当に。これすごいですよ。リアルですか？本当にやってる。しかもさ、なんていうの、なんていうの、運動できんかったできへんの。てかこれ失敗したら死んじゃうよねこれ。おやばいやば。見ることありますか皆さん、このシリーズね、すごい有名なシリーズだけど。へえ、見たことありますか？お、あ、あるって。ママが。ああ、でもある人多いですね。見に行ったとか。ああ。見に行ったとか、やっぱ面白い。見たことある方多いですよね、やっぱ有名だもんな、バイクすごいとかね。やっぱりこれさ、新しいやつやんか、うんうん、やばいね、このさ、リアルにやってるって知って見るのと、うん、知らないでこれは作られたやつなんじゃないかって思って見るのとはまた違いますからね、うんうんうん、なんか本当に緊張しそうだよね、見てる方が。いや、なんか本当にこれはリアルで撮ってあるっていうね、うん、撮影されてるっていうことで、そう、本当にそうだと思ってるんですよ。すごい、ドキドキが止まらないですからね。ドキドキですね。やばいですね。いいな、映画いいね。はい、ということで、はい、以上、はい、芸能デスクのエンタメ1週間でした。はい、はい、ということでですね、はい、ここで特別コーナーをお届けしたいと思います。皆さんやってきましたよ、特別コーナー。いきますよ。小林弥生マイフェイバリットチャンネル。ここでは毎回ね、うん、私小林弥生が大好きで、うん、皆さんにおすすめしたいものをご紹介していきたいと思います。はい、今回は4月から始まるね、うん、私がおすすめするアニメ、もう大好きなアニメをね、紹介していきたいと思います。最近ね、ずっとね、
あのニュースとかでもね、うんうん、あのアニメネタ話すじゃないですか。そうですね。じゃメンバーはね冷たい視線をね、アニメの話が始まった途端にみんなの視線かな、なんて言うんだろう、こっちにね、なんかすごいビリビリ感じてくるものがあってちょっと喋れない、もうちょっと喋りたいっていう気持ちがあったので、はい、コーナーになっちゃいました。よかったね。これは強制的に皆さん聞いていただきます。じゃあ私聞くんだよね、これは。そうだよ、はい、皆さんもねしっかり聞いていただいて、はい、あのあれです、あの中でもね私のおすすめしたい作品とかもいろいろ紹介していきたいと思いますので、はい、皆さんしっかり聞いてくださいよ聞いててね、聞いててね、はい、行きたいと思います、ね、はい、ですね、もうねあれですよ、昨日寄生獣のねアニメが最終話になって終わっちゃって、寂しかった、やっぱ好きなアニメ、とても寂しくて本当にもう夜寝泣いちゃったもんやば寂しさで泣いた、それはやば、私はミニーとのお別れは累性最近やばくない、もうそうだろう年かな、年だよでもね本当にミギーがね、うん、あのユビ？ユビじゃないミギー。ミギーがね本当にねあの、うん、眠るとか言い出したね、しんいちが悲しい思いをしたんですけど、うん、それ以上に私も悲しい思いをしたんです。ミギーにまた会えることを信じて、うんうん、ほらコメント見て、ヤーちゃんにはヒラリーがいるじゃんだって。ヒラリーは今時間的に眠ってるんです。やめろ。ありがとうございます。はい、あとはね今日東京グール最終話でございますので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、そして。うん、あの春アニメがね、うん、今期終わるということは春アニメが始まるということなんですけど、うん、そうですね、本当に盛りだくさん、これ月曜日火曜日ですね、え一週間もじゃないのこれ、これ月曜日から火曜日です、おーおーおー、はい、ということでこれで皆さんほら金色モザイク始まりますからね、はい、これ皆さんもチェックしてますかアニメ、はい、こんな感じですよ、本当に、そしてですねあれですね、響けユーフォニアム、もう超注目アニメですね、京アニ、京都アニメーションです。本当にもう毎回すごいからね、京アニメさんは本当に、うん、本当にすごいアニメですね。うん、はい、そしてまあ簡単にまずはね、さらっていきたいと思いますね。ザクッと。で次が水曜日。水曜日。水曜日いっぱいやるんだね。そうですよ。水曜日はね、美少女戦士セーラームーンが。お、セーラームーン。セーラームーン。セーラームーンは私ちっちゃい時からもうずっと好きで。そう、私もジュピターが大好きですね。ああ。誰派？あの二人いて？セーラームーンとアミちゃんが好きだった。なんでそれさ、セーラームーンとアミちゃんってさ、どっちが統一してるのセーラームーンの マーズじゃなくてなんだっけ、赤の子、いやいや、水色、アミちゃん水色、マーキュリーね、マーキュリー、そうそうそうセーラームーンとマーキュリーが好きだった、そう、マーキュリーはもう大人気ですよ、うん、でも私、初雪のシンフォニーのミュージックビデオを見た時、うん、マミリンがマーキュリーにしか見えなかった、言ってた、私は言ってたっぽいよね、衣装、はい、あの衣装着てね、そうそう、髪型でうるうるしてたら、はい、あとはこれが水曜日ですね、うん、そしてまだまだありますから皆さん、木曜日じゃん、はい、こちらですね、私やっぱりエトタマですね、うん、皆さんエトタマ知ってますか、あのエトのねキャラクターがいっぱい美少女が出てくるんですよ、美少女なの、もう大好きな、私が大好きな美少女がもう超出てくるんです、そうなんです、推しが決めれない事件がね私起きてるんですけども、うん、もう楽しみですね、とたまでホームページとか見るとねいっぱい情報が載ってますので、キャラクター見て、じゃあ今のところの一押し私言いますね、うん、今のところまだキャラクターだけでまだね内容わかんないからあれですけども、うん、やっぱりこう主人公のねニャータン、ニャータンっているんですよ、ニャータン、えっとそう、ニャータンって猫じゃないの、猫、まあちょっとまあ、えっとじゃないじゃん、まあ、とりあえず聞いて、okay, okay, okay. でメイタン、シマタンっているんですけど、うん、この3人が私の中の今のところの推しですね、へえ、はい、ということで、あのエトって何個か分かります、分かるよ、12、うん、で猫は入ってないですよね、入ってない、その13番目のエトを決めるっていうので、うんうん、ちょっと繰り広げるという、入りたいってこと、そこに猫が入りたいというアニメなんですけども、うん、簡単に言うと、そう、そのねアニメがすごい可愛いんです、美少女だらけっていう感じですね、そしてあとはですね、あ、これね、これこれ、やはり俺の青春ラブコメは間違っている族、名前長ということで、そうそうてか、名前長いんだな、アニメって結構旦那が何を言っているか分からないのに、スレメもうこれでも2ちゃんですよ、でも早もこれめっちゃ面白そうじゃない、アニメタイトルで惹かれるってすごくない、だってアニメにスリーブありますみたいなタイトルですよね、じゃあもうだって、ニスレメだからねスレ立てちゃってるからはい、でもねこれタイトルで惹かれるっていうのは一番重要だと思ってる、すごいですね、そんなタイトル、やっぱり私も春アニメが始まるって聞いたらとりあえずあの一覧を見るんですよ、アニメのね、うん、
その一覧でやっぱりこう名前でねこれ見たいって思うやつをまず開けるからやっぱりタイトルって大切だなって思いますね。はい、そして金曜日じゃん、こちらです。いや来ましたよ、ニセ恋、いいですね。そして私が注目している長戸ゆきちゃんの消失。これ長戸ゆきちゃん、あの鈴宮春日の憂鬱に出てくる長戸ゆきちゃんなんですけど、長戸ゆきが初めて恋をするっていうねアニメですね。いやいいですね、番外編的な感じじゃん。でもちゃんとやるんですよ。しかもイラストもすごい綺麗というか綺麗になってて、すごいね、いいですね。みくるちゃんもめっちゃ可愛くなってます。いやただでさえ可愛いみくるちゃんがもっと可愛くなってて本当にいいですね、みくるちゃん。はい、ということで続いて土曜日、土曜日はですね、そうだな、あ、教会の輪廻、いいですよ。これずつやちゃんやってるよね、なんか昔から、はい、面白いです、教会の輪廻、そしてですね、終わりのセラフ、これね、2回やるんですけど、まず春にね、4月からやるんですけど、そんな感じかな。でもね、教会の輪廻もね、いいですよ。あのランマーとか、犬夜叉とか、あれですね、うるせえやつらとか書いてる方なんですけども、うん、いやいいですよこちらもね、はい、うん、そして最後日曜日ですね、日曜日、そうですね、ベイビーステップがね人気始まったりとか、はい、あとは商売録は私楽しみにしてるんですけど、あとは広角機動隊ね、これ知ってる方多いんじゃないですか、広角機動隊、これね面白いですよ。ぜひねホームページのね、あの動画が載ってるんですけど、その動画見てもらうともう絶対見たいと思いますよ。お、皆さん反応しますね、広角機動隊いいね、面白そうなの多いでしょ。はい、そしてね、あとはあの結界戦線ね、これも面白そうですよ。いや広角機動隊絶対面白いからね絶対面白いもんね、もうああいうねこうアクションの好きよ私っていう感じの1週間のアニメなんですけども、はい、あ、もうね、もうおすすめしたいアニメが多すぎてやばい、8割方入ってこなかった本当に本当に、いや、皆さんには伝わってますよね伝わってるかなですよねっていや、やっぱりあの共感する方もいらっしゃるかなはい、っていう感じですけど、ね、一押しをね、あ、それは気になる、一押し一個ぐらい見てみてもいいかなって思う。でもいや、広角機動隊は私の中では別枠なの、うん、もう絶対面白いもん、うん、で一個だけじゃ絶対見、今紹介してくれたら絶対見るから、じゃあ面白いぞ、絶対見る、分かった、絶対リアルタイムで見よう。いや、リアルタイムで見ようって、分かった分かった、じゃあ私がここで書きますよ、なるべく夕方ぐらいの時間で、ないよないよ、ゴールデンか夕方ぐらいが一番朝かない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 深夜は嫌ダメ、いや私今から書くからちょっと、うん、分かった、どうしようかな。あ、ドラえもんとか見てるよ。ドラえもん好きだよ、まあ、ちっちゃい時とかすごい見る。ドラえもんってフニフニしたくなるクリアしんちゃんとかね、しんちゃんも好き、そうだ、イニアシャも見てたし、うるせえやつ、イニアシャもやばいね、いいよね、おすがりって言ってね、うるせえやつは見てたし、うるせえやつ可愛いね、セーラームも見てたし、こういうのも見てます。あんまりそれ言うと私書けない入っちゃう、集中して、はい、あと皆さん何見てますか。アンパンマン見てましたよね、これちっちゃい時絶対見るやつ。え、何、皆さんは何おすすめですか、はい、コメント書いて。ラブライブ、カリメロ、ラブライブいいねガンダム、ミッフィー、あ、ミッフィー懐かしいね、ミッフィーですね、ミッフィー、ワンピース、ワンピースも私ちっちゃい時見てた、無視よいいよ、歌ってもう一回歌っていや、いいよミッフィー、ね、おさむすどりみ見てた、見てた、ね、音符ちゃん大好き、そう、あ、もう音符ちゃん大好き、音符ちゃん人気やばいですよね、音符ちゃん見てたわ、その時から私はコスプレをしてたよ、そういやっぱアイナもしてた、ハズキちゃん、ハズキちゃん、えっ、イエーイなんか音符ちゃん買いたかったけど在庫がなくて、あっ、ファンタコンだじゃん映らなかった、そうそう、人気すぎて売り切れちゃって、でもどうしても欲しくてハズキちゃん買った、そうどこもそう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 、懐かしい、あ、カードキャプターさくらも見たな、あ、ルパン三世、うん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 、はい、できた、お、いきますよ、私の春アニメのおすすめは、はい、じゃん、
したアニメなんですけども、うん、そうそう、吹奏楽部のアニメでですね、うんうん、今やってるアニメ、まだまだこれから4月ですね、うん、あ、今そこに出てるんですけど、うんうん、もうキャラクターがなんといっても可愛い、足めっちゃ綺麗じゃん、もう綺麗、もう大好き、もうこの美脚、美脚、はい、ということで京アニなんですけど、京都アニメーションね、京アニなんですけど、キャラクターを見た限りですとね、うん、私はね、サファイアちゃんっていう女の子がいるんですけど、うんうんうん、友達にね、サファイアちゃんがね、いやもうね、もうルックス抜群なのよ、もう超可愛いんです。どんぐらい、結構女の子いっぱい出てくる？サファイアちゃん以外にも。いや、ね、うん、多分出てくるとは思うけど、多分どうなるのね、わかんないけど、とりあえずもう学校の話やから出てくるんじゃないかな。そこそこ、じゃあもう見て推し決めないな、その可愛い子。そう、でも、うん、サファイアちゃんは譲らんよ。お、え、そんな可愛いの？うん、あ、見せてくれてる。これです、見たい見たい見たい。サファイアちゃんはね、うん、それ誰、主人公？これは違うね、友達だね、うん、出た、これ、じゃじゃん、かわいい。これは幼くない？あれですか？幼い。あの身長が低いんですよね、きっと。ノリっぽい。もういいですね。見て見て。萌えって感じの女の子。もう超かわいいんです。なんか羊みたい。マジ、この髪型したいもん。したい。したい。羊みたい。これね。もはもはしてる。皆さんぜひね、見てみてください。萌えちゃん、気になる。ということで、うん、どう？見たいと思った？うん、思った。思った？皆さんは思いましたか？なんか見たいアニメとか見つけられましたか、春アニメ。お、どうやろう、どうだろう、どう、どんな感じ、春アニメ大丈夫大丈夫、失神してる、失神してる、起きて起きて、違うの、拾ってんの今、起きて拾い物してんのおはよう、はい、春アニメは今の入ってきたけど、あとちょっと早すぎて分かる、てかいっぱいやってるじゃん、アニメ、じゃあこんなにたくさんですよ、本当に1週間毎日アニメやってますからね、え、てか私結構ガチで本気で思ってるのは、うん、セーラームーンガチで見てみようかなと思う。でもね、イラストすっごい綺麗になってるから、そう、最近さ、なんかお店とかでもセーラームーングッズ出てるじゃないですか。出てますよ、本当に見ていい、これ、私もね、前のね、うん、あの携帯のカバーがね、セーラームーンだったんですよ。マジで水曜日、あ、テレビ九州、え、そうね、そうか、では続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、はい、ということで以上、小林由依のマイフェイバリットチャンネルでした。アイコン CD シングルランキング、はい、ということでオリコンで集計発表された CD シングルのランキングを紹介していきたいと思います、はい、まずは3月30日付の週間ランキングです、うん、ほい、いただきます、はい、第10位、あ、ちょっと待てアーロンでモイスチャライジング、そして第9位サミューで始まりのメロディー、イエイイエイ、これです、これこれ、イエイ、これこれこれ、はい、ということで嬉しい ランキングいきますね、あ、皆さんありがとう、ありがとうございます、はい、ありがとう、それでは、そして第、はい、今日と言います、第7位、はい、夢いるアドレッセンス、あ、待って待って待って、次8位、次8位、あ、はい、次に直して、第8位アジアンカンフレーション、間違えた、アジアンカンフレジェネレーションでイースター、そして第7位、夢見るアドレッセンスでバイバイマイデイズ、第6位、キャリーパミパミで問題ガール、そして第5位、アレキサンドロスで渡り鳥、そして第4位、ラブライカでアイドルマスターシンデレラガールズアニメーションプロジェクトゼロニーメモリーズ、そして第3位、クレアーズで汚したくないくらい、そして第2位、 OSU でガンガンダンス君のために、そして第1位、乃木坂46で命は美しいですね、はい、ということで、うん、9位ね、うん、いやもうついに私は魔術で、うん、サンミューって言えるようになったけど、嬉しい、もう何よりも嬉しいんですけども、自分らの名前自分で読み上げるっていう、第9位でここにね、もうまさに入ってくるって、ね、嬉しい、やっぱ嬉しいですよね、嬉しい、そしてですね、あれですね、あの、お、これこれ、そうそう、この曲聞こえますか、そうそう、これ CD も出てるんですけども、これですね、うん、皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、はい、あのですね、うん、セカンドシングルから今回の、はい、
命は美しいまで、あ、乃木坂46さんですね。はいはい、1位のね、はい、あの10作連続の連続で1位獲得、すごいですね。ずっと1位って思うね。はい、そしてセンターの西野七瀬さんが、うん、はいはい、9枚目のシングル夏のフリー&イージー以来2作ぶりに務めましたってセンターですね、はい、西野七瀬さんは結構乃木坂46さんは曲が好きで結構聴いてるんですけど、うんうんうん、気づいたら片思い初めてのセンターでしたっけ。そうだから、その曲のイメージがめっちゃ強くて、その曲もすごい好きで、はい、携帯に入ってますね。あれはいい、ね、いい曲、いい曲、ね、そういい曲本当多くて、衣装もすごい可愛くない？そうね、清楚な感じで、あの膝丈のね、私はワンピースとかがすごいね、うん、かわいいなと思うんですけど、かわいい、いいですね、ほんとに。そしてですね、うん、あ、次あれですね、デイリー、あ、デイリーランキング、あの本日発表3月25日付のデイリーシングルランキングをね、はい、次はお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ私10位から、え、10位から10位からいっていい、うん、はい、いきますね。あ、間違えた。第10位フェアリーズで Kiss Me Babyひらり。はい、第9位スパリエラーでロッキンアウト。そして第8位 B2B で明日。第7位ブサイクでやっちゃった。そして第6位カントリーガールズで愛おしくってごめんね恋泥棒。第5位乃木坂46で命は美しい。そして第4位トリプル A で僕の憂鬱と不機嫌な彼女。第3位ゆうすけでプロジェクトミー、あ、違う、テイクミーアウトトゥーザボールゲーム、あの一緒に見に行きたいっす、お願いします。そして第2位ローゼンバーグエンジェルで、神崎蘭子ですね。で、アイドルマスターシンデレラガールズアニメーションプロジェクト03エンゲルで、アダナス剣光の旋律ですね。そして第1位キスマイフット2でキッス魂。はい、はい、ということで、そういうことですよ。はい、そうですね。そういうことで、そういうことですよ。何がすごいって、ここ乃木坂46さんまた入ってるっていう、すごいですね。すごいですよ、本当に。いやー、いいですね、うんうんうん、あとはあれですね、キスマイフット2さんとブサイクさん、うん、入ってますからね、はいはい、そうだね、同じあれだもんね、グループっていうか、うん、そうそう、すごいですよね、すごいですね。しかもタイトルが気になるのがね、ユウスケさんのあの一緒に見に行きたいっす、お願いします、します。何を見に行きたいんだろうね。ボールゲームじゃない、あー、野球、うん、ボールゲーム見に行こうっつって。なるほど、野球見に行こうぜってこと。そうそう、もう一言で野球見に行こうっていいんじゃないですか。それじゃあ面白くないじゃない。そうかそうかそうか、面白くないじゃないですか。はい、タイトル覚えなきゃなんですね、これは。面白そうですね、うん、なんか歌詞も気になりますね、うん、気になる気になるっていう感じです ね、 いいですね、はい、ということで以上オリコン CD シングルランキングでした。はい、わちゃつーこーきー、イエイ、はい、ということで、もうね、わちゃつー最後です。最後、そういう最後じゃない、そうでしょ、今日が最後、聞いてない聞いてない、今日が最後ってことだよ、あの、もう終わりの時間ですね、もう終わりの時間だよってことだよ。びっくりした、このタイミングで最終回宣言されたどうしよう。そんな、超びっくりした、自分で言ってちょっとね、間違えたかと思った。はい、ということでですね、どうでした。え、めっちゃ楽しかった。楽しい、わちゃつーなんか楽しい、いつも本当に。本当に私もね、もう大好きです。このなんか、ね、アットホームな雰囲気、優しさに包まれて、そう、アイスまで、こんななんかこの始まりのメロディーのあれもだし、今日楽屋に、そう、楽屋入るときにサミュートップ10おめでとうっていう紙が貼ってあって、そう、そういうところもなんかすごい、見えない、見えない優しさだね。そう、そういうところまで本当に愛を感じる、本当に嬉しい。しかも、サミューさん、あの楽屋みたいな感じでこうお部屋にね、そうそう、紙が貼ってあるんですけど、 そこに書いてて、そうそうそう、あれのが今日来たからあれやねんけど、うん、毎回書いてあるの、なんかすごいね。まあ私ね、それに返事書くのが好きなの。へえー、あの例えば、例えば、うん、あの、え、なんか今日は晴れましたねみたいな、今日は雨じゃなくてよかったねみたいなやつ書いた時に、まあ返事書いたりとか、うんうんうん、なんかそう言ってね、もはやなんかね、お手紙交換みたいな感じ。欲しいね。1週
間に一度のお手紙交換。いい、楽しい、楽しそう、すごいいい、楽しい、まあ、本当にあったかいですよ、本当に楽しい、言ってもいいところですけどね、うん、ということで、あとはお知らせね、いきたいと思います、はい、じゃあサンミューのお知らせからいきますか、はい、そうですね、はい、はい、あ、 ありがとうございます、ほい、ほい、てててててて、じゃあですね、はい、はい、ということで、はい、はい、じゃん、はい、ニューシングル始まりのメロディーが3月18日にリリースしました。はい、はい、これ何回も言ってるんですけどね、トップ10入りでね、第9位ということで、またたくさんの方に聞いていただけるように頑張りたいと思います。はい、ちなみにですけど、はい、あのリリースイベントラストが今月29日にお台場にあるヴィーナスフォートにて行われるので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、じゃん、ニコニコ公開生放送もっとサンミューでいいじゃんが月1レギュラーでやってます。そして場所がポニーキャニオン1階のイベントスペースに見て、イベントスペースにて、はい、日本語がね今分かんなくなっちゃった、イベントにスペースにて行っています。はい、次回は4月4日ですね、うん、はい、ありますので、ぜひね、遊びに来ていただけたらなと思います。会場来てほしいです、はい、皆さんに。本当に楽しいね、はい、あのイベントになってます、うん、そして、ニコ生でも見れます。そしてですね、はい、サンミュー火曜定期公演ライブでサン&ユーを各週火曜日に行っています。場所は秋葉原にある秋葉カルチャーズ劇場にて行っています、はい、次回は4月7日7日ですね、はい、うん、もう行っていて、毎回テーマを決めてやっているので、そう、毎回楽しくなっていると思います。皆さん、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、って感じですね、はい、そうですね。そして次回はですね、ちょっと4月2日の放送になってるんですけど、うん、あの現在上にね、チャンネルページへのリンクが出ていると思います。ここからタイムシフト予約ができますので、来週どうしても見れないよって方は見てください、あ、見てください、予約してください。そしてあのチャンネルページの右上にはお気に入り登録っていうのもあるんですけど、それをしていただければ、うん、チャツはもちろんあのオリコンの芸能ニュースの最新情報が見れますので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてみてください。はい、そして広告主ランキングいきますよ。はい、広告主ランキング発表します。4位コンコルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして同じく4位ゴーゴーゴッドさん、ごめんゴッドさん、ありがとうございます。はい、そして第3位みつるさん、ありがとうございます。そして第2位ニコニコさん、ありがとうございます。そして第1位ヤマちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう、ということで皆さんありがとうございます。こうやってね、あのコメントもたくさん書いていただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。はい、ということで来週は、あれ、ああ、あ、パスタ、パスタ、あ、もうこれありえる、あるあるだからね、これよくある光景だからね。ね、これ後ろにさ、紙が入ってほんまや、割るためなのかな、これは。あ、そこ、あ、じゃあ割る、えぇ、ー、無理、てぇ、てぇ、てぇ、一緒にやろう、一緒にやろう、一緒にやろう。あの私たからお届けしたいと思います。19時からまた皆さん